今までは香川の方でサッカーやってたんですけど、地元帰ってきてやっぱり親もサッカー見に来れるし、その、まあ、家族も見に来れる回数が増えるし、まあ、何より地元をサッカーで盛り上げたいっていうのがあったんで、それに貢献できるのが嬉しいですね。実家には住んでなくて一人暮らししてるんですけど、まあご飯とかはもうほぼ実家に帰って食べてますいや最初はキーパーとフォワードをやっていて、まあ、下坂のスポーツ少年団でやったんですけど、でそこからアスルクラブの下部組織に入らせてもらって、その時にボランチに、その時のコーチが、やってみてって言われて、そこからですね。キーパーはまあ趣味っていうか、なんかかっこいいなとやっぱ小学校の時思ってたんで、そうですね、まあ、趣味程度でやったり、はい、なんか前半キーパーやって後半フォワードみたいな感じでやってました。まあ、今は、まあ、ゴールダッシュってところで、まあ、ボールを奪っていかに前の選手に多くボールを配球できるかってところを、まあ、僕の強みとしてやってるんで、まあ、その試合ではボール奪ってからどこに出すとか、そういうところを見てほしいなと思います。初めから結構みんな喋りやすい、まあ、若手が多いので、自分と同年代の人が多いので入りやすかったっていうのはありますし、まあ、みんなサッカーにめちゃめちゃ真面目に取り組んでるんで、そういうところはめっちゃなんかいいなと思います。プロになって1、2年ちょっと怪我が多くて、なかなかシーズン通してずっと出ることができなかったので、今年は怪我なく全試合出たいなっていうのはあります。まあ、3年生の時は結構ベテランが多かったんで、それに比べてこっちはやっぱ若いんで、まあ、みんな走れるっていうか、まあ、そういうところでやっぱ質も高まってきますしっていうので、まあ、そういうところが違うかなと思います。やっぱ香川のうどんは恋しくなりますね。まあ、1個上の後藤康介選手は、まあ、中学の時も1個上でチームメイトっていうか、まあ、同じチームに所属していたんで仲良くさせてもらってますし、まあ、1個下の長澤拓也も仲いいっすね。まあ中学同じチームだったんで。はい、いやいや、はい、間違えた。やっぱり僕も小学校の頃とかは、中学の頃とかはめちゃめちゃ、練習したい、その人より練習したっていう自信があるんで、やっぱ練習すればするほど上手くなるんで、皆さんぜひたくさん練習して同じピッチに立てたらいいなと思います。じゃあど真ん中で、サッカー以外で好きなスポーツ、やりたいスポーツは、まあ、スノボーですかね。あ、はい、ご経験は小さい頃から親と一緒にやったりしてたんで、そうですね、スノボーとかサーフィンとかそういうのをやりたいなと思います。かなりうまい。いや、まあ普通に滑ったりするぐらいは全然できますね。サーフィンはやったことないんですけど、まあ、やってみたいなっていうのはあって、めっちゃかっこいいなと思います。やっぱ、ね、怪我がちょっと心配なんであれですか。そうですね、まあサッカーやってる時はできないんですけど、まあ、引退した後とかはちょっとまた挑戦してみたいなと思います。1番目でダン。今までサポーターからかけられた言葉で嬉しかった、または心に残った言葉、まあなんだろうな、試合出て勝った後とかにやっぱケンシロウがいたから
良かったよみたいな、試合に勝てたみたいなこと言われた時は嬉しかったですね。はい。まあ、はい、そうですね。まあ何声かけられても嬉しいです正直。はい。まあ、自分のためになるんで、批判も、いい言葉も嬉しいんで、どんどんかけてください。批判も嬉しいですね、はい、そうですね、まあ、自分ができなかったこととか、まあ、その見てもらって気づくこともあるんで、全然そうです、プラスになると思います。寒気の時はそのサポーターとの距離っていうのが、はい、近いとかですかね。まあ、近いっちゃ近かったですね。普通に話したりするし、全然気さくに声かけてくる人多かったんで、はい、よかったです。それは一番下で沼津カメラに向かってアピールしてください。他の県の人とかにも自慢することは多いんですけど、やっぱ日本一高い山の富士山が、まあ、どっからでも見れるってところですかね。僕自身中学の時にテスト前になったら毎日富士山に向かっていい点数取れますようにとか願いに行ってたんで、あとまああれが驚きました。バイパスが三島方面にかけて、あんな多分昔混んでなかったと思うんですけど、あんな渋滞するのかなと思って夕方ぐらいに、それはちょっと驚きましたね。そんな感じですね。個人としては今シーズン、全試合出れるようにで、チームとしては J3 優勝というところで、もっと東部地区、まあ、沼津中心に東部地区を盛り上げられたらいいなと思ってます。一人でも多くの方にスタジアムに足を運んでいただきたいので、ぜひ皆さんスタジアムに来て一緒に戦ってください。お願いします。全力アスル。